不評第70連隊は、第2本帝国陸軍の連隊の一つ。坂が、竹、滝連山など裏山を演習場代わりにした螺烈な訓練で、丹波の鬼と称された。不評第70連隊後1905年10月20日、兵庫県滝郡篠山町出身の森、本城三郎衆議院議員は、町会議員を招集し、篠山への新設連隊誘致を決定し、 23日、北起人、森本市本人、篠山町、滝郡の県農学を定め、25日、連帯誘致の願書を陸軍省に提出し誘致運動を開始した。滝郡住民の土地権農が相次ぎ、また陸軍省買収用地も地下大幅に下回る、当地域住民の協力のもと、円滑に用地習得が進んだ。 篠山町への新設連帯誘致には、篠山町出身の森、本城三郎が中心となり、本郷ふ太郎少将、本城茂大尉の尽力があった。建物、大林組、連兵場、松村組、射撃場、関屋組が工事受け負い、新設第二十四団。補充担任は和歌山に変更、戦力の抽出、在満師団は中東体制に移行、 一部副員。編成縮小。第25師団は、古豪三個連隊を霊下に持ち、装備、指揮、団結も高く、敵上陸部隊破砕を目指し訓練に邁進したが、その進化を発揮することなく、停戦を迎えた。笹具焼に先立ち連隊長、石川久米吉大佐、連隊機種、中島健一郎将尉、連隊副官2名が前夜に旗頭、旗頭金具。 軍機の一部を取り外し保管した。軍機の分身は、石川大佐、中島中尉が保管。昭和31年6月、石川元大佐が、昭和60年5月、中島元中尉が、遺族会を通じて、篠山町に寄贈、中霊堂前の伊香織会館内で保存された。第64独立不評団編成期間。第49師団編成期間。 ありがとうございます。